はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく10時半ですね。10月は2日の月曜日になります。今週はね、1週間何もなく、祝日なく、来週は9日がスポーツの日、月曜日ですね。はい、祝日多すぎね。日経平均今日上げてますね。504円ですね。ドル円が150いきそうです。焦点はですね、当局の介入があるかどうかというところですね。 149.71 というところですね。香港まだ空いてません。ですね、その他原油が 90.97 とやや軟調ですかね。ややね。はい。注目ドルは1351ということで、先週の終わりが1353ですから、まあ出足やや温高かな。大体いつも朝はそうなんですよね。出足でどんとですね、温高にするんですけども、後でじわじわじわっとですね、返されるパターンではないでしょうか。さて、その韓国経済について、現代ビジネスですね、昨日10月1日に出ました、田中美蘭さん。この方は多分ソウル在住だと思いますけど、ソウルで子供を育てているということではなかったかなと、過去にそんな原稿を読んだような覚えがございます。最近ですね、やたらとたくさんお書きになってます。多分ですね、編集部から書けって言われてるんです。実は私も言われるんですけどね、ネタないねんとか言ってごまかしてるんですよ。いや、書いてもいいんですよ。書いてもいいんですけど、そんな、っていうかな、ネタをね、こう、皆さんに読んでいただいてですね、ああ、面白いやん、これって言われるようなネタがあればね、書くんですけど、こう、無理くり書くこともできるんですよ。ほじくり出して、ちょっとしたネタをわっと膨らましてですね、その前後を面白おかしくして。それはできるんですけど、なんかもう最近ね、そういう意欲が薄れてきて。実際マンション不動産業界ってなぎなんですよ今。動きが非常にないということでして、まあ次へのですね、こうお休みかなという感じはしますけどね。はい。さて、この田中美蘭さんの記事のタイトルはこんな感じです。韓国経済がいよいよやばい末期症状になってきた。衝撃データが物語る韓国経済の危ない現実と韓国の借金、住宅ローン、債務整理のリアルすぎる現実という、いかにも編集さんがね、こう、なんて言いますかね、これで引っ掛けたろみたいなですね、そういう人が見えで引っ掛かってしまいました。はい。ちょっと出足はこんな感じですね。慢性的に経済が悪い状態が続く韓国。この話題が出るたびに失業率の高さや若者の就職難といったことがセットで語られる。そうした中で最近では若者を取り巻く経済環境がますます悪化しているという事実が突きつけられている。先日報じられたのは20代の借金の実情について衝撃的な結果だった。衝撃的かなと思うんですけどね。その結果は与野党の議員がそれぞれ金融機関などから入手した資料を発表したものであるが、特に顕著だったのが20代の借金の延滞率と債務免除を受けた件数であり、他の年代と比較しても突出していたのである。例えば住宅ローンの延滞率では、今年6月では30代から60代がそれぞれ 0.17% から 0.21% であったのに対して、これ非常に健全だと思いますよ。これが 1% も 2% も 2% もあったらえらいことですよ。ほんまに。20代では 0.44% となっている。というかね、日本ではね、20代で住宅ローン組む人って今やほとんどいないでしょ。ごくたまにね、20代で組むという人いますけども、だいたい買えませんからね、東京では。東京は大阪でも最近高い。だから買えませんから20代は組まないんですけど、お隣さんでは20代でも組むんですよ。なぜかというとですね、3、4年前までですね、マンションを買ってはとりあえず勝ち組になれるという、そういう風潮があったんですね。だからもう金をかき集めてですね、マンションを買うというのが流行ってたんですよ。
で20代は 0.44% でやや高い。まあそれでもまあ 0.44 も高いけど、まあなんとかやんみたいな感じですね。またフリーローンに相当する少額生計費ローン、これは要はあれですね、アコムとかああいうところで買えるということですね。レイクとかアコムとか ああいうところですね。では利子の滞納者の割合が20代で 24.5% を占めて、まあサラ金ですからね。ただ 24.5% は高いかもしれません。やはり他の年代よりも高くなっている。いつも言うことですけど、借金に対する感覚というのは日本とあちらではだいぶ変わってまして、向こうの方がですね、ハードルはものすごい心理的なハードルね、借りろということに対する心理的なハードルはものすごい低いんです。日本人はもうあれ借りに来るのはもう最後の最後やろという感覚の人が多い、と思います。ただまあ一定数ですね、借りる人がいるんで、ああいうビジネスが成立してるわけですね。さらに債務整理にあたるワークアウトを申請し、これは要は個人破産のことでしょうね。債務免除を受けた20代は2018年の上半期で2273人であったのに対し、今年は4654人と過去5年で2倍に増え、最高水準になっているということですね。まあだいぶ増えてるんでしょうね。増えてるというか、もう2倍、これからも増えるでしょうね。もっと増えるでしょう。で、これにはですね、ムン・ジェインの不動産政策の失敗というものがあると。で、飛ばしまして、この不動産政策は過度な不動産投資の抑制や格差の解消を目的として、再開発の制限や複数の不動産物件を持つ所有者に対して大幅な増税が行われたのであると。しかしこの結果、不動産市場は物件供給の低下に対して、不動産価格は分譲賃貸ともに急激な上昇を招く結果となった。ムン・ジェインがね、もういかにもこのね、左翼的な、社会主義的な考えなんですけど、じゃあ、供給を止めたらええんやろって言って、不動産開発をですね、こう規制したんですよ。何をやってんねんって話ですよね。であるいはですね、こうたくさん持ったら税金かけんぞっていう、要は規制をかける方向に走ったんですね。でそうすると、こりゃ今のうち行動かなあかんやみたいになったわけですよ。全くこう社会主義者らしいですね、誤りですね。ほいでもってですね、このね、このところがですね、びっくりしたんですけど、前日の少額生計費ローンですね、いわゆるサラ金に借りた人では借入額は借入額か、借入額は少額でも金利が高く利子の返済すらもうままならず、こう約4分の1の人がですね、返済が滞っていると、借金が雪だるま式に増えていく。これらを裏付けるかのように、この1、2年、街中でですね、悩まず相談をといったフレーズで地域の議員が若者の借金問題に対応する横断幕を掲げているのを目にするようになった。そんな迷わず相談をなんてな、悩まず相談をなんて、そんな見たことないでしょ、日本では。いや、あんのかもしれませんけどね。今でもまだ多いのはですね、還付金ですね。還付金ちゃうわねって、過払い金。つまり利子たくさん払ったのを取り戻すんやというのをですね、商売してる弁護士事務所や司法書士事務所がありますね。あんなんまだあれで儲かんのって不思議でしゃあないですから、10何年前でしょ、利息制限法を厳格に適用するという判決が確定したの。でもまだやってるんですね。まあええけど、で借金で首が回らなくなって自己破産するという話はリーマン直後には山のようにありましたね。ただ主力はおっさんでしたね。若い人という感覚はなかったですね。まあその辺データどうなっているのか見てはしませんけども、で日本ではあんまり若い子がですね、サラ金に行ってるというようなイメージは私の周りではないんですよ。ただね、ここに時々来る地方の人がいるんですけど、やっぱし、まあ、若者貧しくってね、大体そういうとこ行ってる人多いって言うてましたね。
まあでも個人のね心理的なハードルでしょ、それは。私の周りって私は若者と交流がないんですけどそんなにそうそういないと思いますけどね。地方に行って地方のエッセンシャルバンカーなんてそれこそ最低時給プラスアルファで暮らしてるんで、時々そういうところに駆け込んだりするんでしょうね。こう数万円のお金がないからということで、はい、まあよう分かりませんけども、ですね、この現代ビジネスの1ページ目を貼っておきますんで、途中だいぶ飛ばしました、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。